はい、どうも、ケイカです。今回はですね、ガジェットを使いこなそうのニトロセル編ということで、ニトロセル C4 とも呼ばれますね。これの使い方についてお話ししていこうと思います。まず、基本的にインパクトグレネードと同じ役割を果たすことができます。なので、味方に工事役がいなくて、どうしても工事したいっていう時は、もうニトロセルを使って工事してしまいましょう。別にニトロセルそんなもったいないですけど、工事をせずに取っておくよりかはもう工事のためにニトロセル使った方がいいと思います。工事以外にもインパクトグレネードの辺の時に餅つきができるよということも話しているんですけど、ニトロセルでもね、餅つきすることができます。こういう北境壁の上が空いてるところ、例えばテーマパークとか、あとは領事館のガレージとかで1枚空いた時に2枚目開けられそうな時とかにC4 投げて裏側の人を飛ばせますよっていう技もあります。人を飛ばしたり、ハードブリーチングのヒートチャージや火花のペレットを壊したりとか、そういうことができます。これちょっと飛びすぎてますねここに餅つきできねえな。場所によっては全然ニトロセルで餅つきは可能です。今のところも多分投げ方を工夫すればできるんじゃないかな。はい、そしてニトロセルの特徴としてはですね、1個しか持てない代わりにインパクトグレネードよりも攻撃力、殺傷能力が非常に高いです。なのでニトロセル独特の役割として、設置阻止、突き上げニトロ、置きニトロっていう、3つのテクニックが割とね、こうよく使われるものじゃないかなと思います。で、まず1つ目の設置阻止っていうのは、例えばこういう銀行の地下防衛でこの壁開けられて敵がここでこうやってプラントしようとしてる時で、こういう時って大体こうやってロックが入ってるんで、ロックが入ってて顔を出せない時にそのプラントを設置する、そのプラントを拒否する方法として、ここら辺からこうやってニトロセルを投げることによって、ここで設置してる人をニトロセルで飛ばすというやり方ですね。ちなみにニトロセルは半径3メートル以内だと即死らしいです。この距離でも死ぬかな。死にますね。半径3メートル以内にニトロセルを落とせれば、設置を止められる、敵をキルすることができます。はい、突き上げニトロと置きニトロですね。これ結局どっちとも一緒なんですけど、例えばですけど、こういう床を破壊可能な、弾丸が貫通するような床の時に、どこでもいいんですけど、適当にカメラを置いといて、このブルのところとか、あの補強壁の下のところで、ここら辺とか、ここら辺ってテルミットがよく来るんですよ。なのでそこを下からニトロで突き上げるという技ですね。ちなみにこれ場所が分かりづらい時は、こうやってキッピンを立ててあげれば、カメラとかをそれで併用しながらやれば、こう微調整も一応可能かなと。ここまで行くとちょっと内側入っちゃいますね。なので、この赤い棒より外側かなに、カメラで見て敵が来たらニトロを投げるでもいいですし、カメラとニトロを最初から置いといて自分は別の場所に隠れたりしておくと。で、ちょこちょこカメラ見て敵があそこに入ったら起爆するっていうことをすれば、下が貫通する床だったら上の敵もね、まとめて殺すことができます。これ一応音聞こえるんですけど、聞こえづらいですね。なんか普通にしても聞こえないのかな、穴開けないと。ここら辺にありますね。これ穴開けてなくても一応音は聞こえます。なんで、テルミットがここでこうやってヒートチャージ張ってたら起爆すると。これが突き上げニトロ、置きニトロですね。先に置いておくか、敵が来てから置くかの違いで、結局やってることはほぼ一緒ですね。これが得意なキャラとしては、カメラオペレーターと文字とかバルキリーあたりがやりやすいですね。で、これ結構ノーリスクで1キル2キル持っていけるんで、さっきのアウトバックのメカニカルブルーの壁張るところだったり、ブルーの真下だったり、あとこのビラの書斎のこの入り口のところも結構ね、突き上げニトロとか置きニトロやってる人がいるイメージありますね。ここら辺でこうやってピンとカメラを見て微調整して、もうちょっとこっちだなとか、ここら辺だったらもう入り口入ってすぐですね。こういう風にうまいこと微調整していって、カメラ見ながらでもいいし、ここだったら
通にねここら辺から覗いといて敵が入ってきたらニトロ起爆みたいな感じのこともできるかなと思います。本当にこれ結構ノーリスクでね敵をワンキルツーキル持っていけるんで、まあ、ぜひとも使ってみてください。でごめんなさい1個言うの忘れてました。ニトロセルバーはね、まあ、攻撃力が高いんで縦オペレーターに対してもすごい有効になります。まあ縦オペレーターがいた時にそいつの後ろに回るようにこうやってニトロセル放物線結構重めの放物線描くんで、まあ、相手の後ろにねなるようにニトロセルうまいこと投げて、でモンタがここ例えばモンタとかがここいた時に後ろ側だモンタがこっち向いてたらそのまま起爆すれば縦で爆風防がれないんでキルが取れます。ただ上手い人こうやって爆風を縦でニトロセルの方向いて爆風をねガードしようとするんで、なんでまあ投げて後ろ向いたらそのまま打てばいいし、投げてこっち向いたままだったらそのまま起爆すればいいかなと思います。まあモンターとかブリッツあとヒューズかそこら辺がね厄介だなって人はまあニトロセル投げればまあ少なからず割とダメージ削れると思うんでね、まあ本当なら一人で対処せずに味方とクロス組むのがいいんですけど、まあ味方とクロスが組めない状況だとかどうしても追い込まれてやばい状況だっていう時は、まあ縦オペレーターに対してニトロセルも使ってみてください。まあ縦オペレーター相手じゃなくても敵がここら辺覗いてきてるって時に遮蔽物越しにニトロセル投げるっていうやり方も全然あるんで、まあフラグみたいな使い方ですね。まあ、結構使い、なんだろう、放物線描くってだけでね、いろんな使い方あるんで、いろいろ試してみてください。ってことで、今回は終わります。さらば。1人残っている。